ジです。ガクです。あら今日は戦タイプの、はい、ということで本日は第2弾店舗前の買い付けでございます。あ、コメントありがたいことにいただいてた、どこで買い付けしてますかっていうコメントございましたが、すみません、それはお伝えできません。ヒントを言うと、今回は都内、そうっすね、をまず午前中に行って、その後関東、東京ではないところに買い付け行くんですけれども、はい、まあ、ガクと店舗準備取ってから1週間ぶりぐらいに会ったの。そうっすね、マジ1週間ぶりぐらいか。僕が香川に帰省していたということで、店舗準備まさかのお伝えした通り5日間で終わって、まあ、あとはもう商品をめちゃくちゃ増やすって感じや。実は今日8時にこれレンタカー借りてて、7時半に僕のね最寄り駅に集合ということで、まあ、ガクと約束してて、でガクと昨日電話してちゃんと来いよっていう話だったんですけれども、どうですかね。まあ俺はもう LINE が今時点でちょっと怪しいなと思ったんですよ。絶対寝てるわって。でも案の定マシ君ちの最寄り駅着いて連絡来へんから、大変申し訳ございません。まあしゃあないな。アラームはね気合い入れて6時半からかけてたんですけれども、かけといただけっていう感じでした。逆にすごいですね、だから6時半からずっと鳴りっぱなしやったってことですね。そう、ずっと鳴ってた。その額の電話ではすごく切れてるね。そうそう、何コールぐらいで起きた俺。早っ。けどあ、まあ割とすぐでしたよ確か。これ夢か現実かわからんかったもん。え、まさか俺寝ぼった。いやでも昨日は酒も飲まずに、1時2時ぐらいには寝たはずないんで、ちょっと地元に1週間ぐらい帰ってて、結婚式があってね、体が怠けてるんで。怠けてるな。今日はもうガクにいい感じに締めてもろて頑張っていきたいと思います。はい、まあ、前回撮った通りなんですけど、デニム系ボトムと T シャツをメインに買ったんですけれども、今回はこう今から行く卸がまあミリタリーとまあ小物、まあ店舗に必要な例えばラグとかバッグとかシューズとかが結構熱いところなんで、そういったアイテムを買い付けしたいのと、先日に僕がインスタグラムのストーリーで何が欲しいですかって質問箱した時に、ありがたいことにめちゃくちゃコメントしてくださったんで、そういった商品を今日一日中回ってね。そうですね、うん、今日一日はほんまにずっともう買い付け、買い付けって感じだね。店舗準備はもうすることないけん、うん、行っていきたいと思います。です。それはそうと、大事なことを忘れてますよ、はい、僕のインスタグラムが1000人に行きました。行きました。皆さん約束破りましたね。俺もガクに嬉しくて連絡したもんね。なんか一気に、俺も全然見てなかったんですけど、一気にダーって増えた。なんでやろうな。どうもそうね、まあ、もしかすると YouTube のその見てくださってる方がね。え、俺のことはフォローしてる人おらんかった？お、全然見てないっすよ。あ、マジで？わからん。今1005人ぐらいいったかな。いや、すごいでな。ちょっとまだ増えましたね。なんかばっか。いや、別にそんなことないっすよ。男も。おお、ええやん、ええやん。全然います、全然います。ちょっと引き続き、お願いします。29までなんで、まあ、29に1000人切るようなことがあれば、お、低くなった、高く。イニシャル D だったらこれ失格や。頑張りましょうか。そうですね、買い付けも頑張って彼女を作りましょう。香川でいろいろあったっすもんね。やめとけお前。マーシーチャンネル、はい、ということで次買い付けしてまいりました。満点でね、画角は変わってないんですけれども、どうだった画角。いやけど良かったんじゃないですか。うん、なんか満遍なくパンツもジャケットもベストも、シャツも T シャツも、割とリンガーとラグランと、ああそうっすね、ラグラン良かったっすね。ラグラン良かったな、みんなが求めてるようなアイテムが引っ張れたんじゃないかなと思います。はい、まあこれからちょっと東京今買い付け行ったんですけど、と関東のね外れた場所に向かっていきたいと思います。はい、何系が少ないやろうな逆に。スラックスあんまないんじゃないですか。やな、やっぱスラックスやの、ダプレとそういう感じでパンツやね入れたん今。うん、もう最後のあのガクと買い付け行った動画が一番見てくれとって、やっぱ買い付け動画すごいコメントが来とって、買い付けどこでしてますかって、ゆりや店員に一番聞いて
ちゃう。聞いちゃいけない。これだけ言えるのはさ、多分一般の人が入れるところではないんで。めっちゃ来るんよ、DM で。古着屋やりたいです。だけど、もう俺も開業しますって言ってから。まあ、聞くんが一番、早いっちゃ早いけど、もう自分で見つけに行くのが一番。それは間違いない。もう、聞くんと見るんとでは話が違うけど、絶対自分の目で見に行ってほしいですね。去年とかは、本当手当たり次第、僕も分かんなかったんで、どこで書いててみんなしてるとか、それはもう自分で調べて、で、調べるだけじゃなくて、そこに直接行ってみて、で、相場を考えて、で、自分の服装に合った、商品を見るのはここやって、それやってみなね。そうっすね。うん。調べれば、いくらでも出てくるもんね。そう。年代とか相場とか。ね。だけど、もうよく言われるのが、相場を教えてくださいって言われるやけど、まあ、俺とガクが働いてたジャムとも強いし、ヴィンテージもちょろっとあるし、ジャム見たら相場が一番わかりやすいかも。そうっすね。やっぱ、個人店は頑張らない関係やった。そんな量も出せんし。うん、まあでも俺らの店もさ、もう俺の色っていうよりかはもう俺とガクの色を出すようにしとんやんか。ああ。楽しみやの。ね、楽しみっすね。ああ、ガクのお客さん来たとか、うん。お客さん来たとか、もう分かるようになるんやろうな。うん。言うても結構僕、トマシ君とかの感じも全然違いますから。全然違うよな。うん。こんなスケスケの人着ないでしょ。着けんね。服やけ似合うなとは思うけど、ああ、来たらちょっと、もう、ちょっと違うかな。やけんこそ縁かもな。まあそうっすね。まあ全く同じ趣味の人とは俺は店はやりたいと思ってなかったから、うん、俺がおるしってなっちゃうけん、うん、間違いないですね。ガクはオープンまでに1000人いけたから年内絶対いけるんちゃう。2000、うん、いけそうっすけどね。おお、頑張れば頑張れば、うん、お、いけんかかって。いやいやいやまだちょっと。まあまあそうやな。逆に何がいいんですか。YouTube の企画にできるようなことしたいな。ああ、なるほど。確かに。プレゼント企画。ああ、だからそういうのがいいっすよ。うん。が、うん、いかんかったら、ガクの私物、おすすめ5000。5000？ 日にち決めよう。12月の何日ってんの。ガクだけ、あれ、やらしたら、ガク行ったら、なし。俺も行ったら、なんもなし。ただ、互いにいかんかったら2人ともから。ああ、そういうこと。ああ、いいっすね、いいっすね。じゃあ俺今2800人やけど、俺何人に4000でしょ。うわ、バカかお前。あ、じゃあまあそこはちょっとハードルがあれやから3500でしょ。オッケー、3500でいこう。いや、ちょっとシャバいけどな、3500も。俺ね、新規は結構つきづらい。飲んでるもん。いや、それは自分の頑張りしてじゃあ4000でいきましょう。チキン4000で、他2000プラス、僕は1000で、もしくは1200か。いやな、まあ余裕余裕。俺はガクと違って毎日投稿してるから。死んでも構わんよな。まあ、あれ僕の友達がフォロワー買ったらしいんですけど、2000円で500人ぐらい買えたらしい。へー、すごいな。まあ、とりあえず今から昼ご飯を食ってノブの買い付けやって、で店舗戻って買い付けた商材年中で結構入れたんで、うん、僕は多分もっと入れると思うんで今日楽しみ。はい。じゃあ逆なんかおもろいこと言って、やば、吹き飛ばそう。だるなんたらかんたらって言った瞬間に、まだやん。ちょっと先輩が見せてください。俺運転しよう。いや、運転しよう。じゃあまた後で。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、はい、2店舗目の買い付け行ってまいりました。よかったっす。めちゃくちゃ入れたな。うん、めっちゃ入れたっす。今日2日だけで前回と一緒ぐらいか。ちょっとアウターだったかな。せやの、レザーの、あれやばかったっす、ね。時期はもうちょっとね、遅いかもしれんけど、まあでもレザー欲しい人はいつでも欲しい。いやー、いつでも欲しいっすよね。絶対来年も着るんで、レザーなんて。白髪のファイヤーマンやばかったね。いやー、めちゃめちゃ良かったっす。雰囲気もめっちゃ。あれはちょっと欲しい人多いんじゃないかな。ワンチャン欲しい。いや、俺もマジで欲しい。あれやばいな。いや、マジで欲しい。全然私物のレザーよりかっこよかったもん。うん。スラックス大量に入れたな。入れたっすね、今日は。もう潤った。ね。何入れたって言われたら、まあ、スタープレ系を。大量にもう年代も80年代以降70、80ぐらいの入れましたね。はい。プラのいいパジャマシャツ、クソでかいミッキーのリンガー、ラグランか。そう、ラグランです。ラグラン入れたな。もうラグランのでかいのって案外ないんですよね。しかも袖があの6分ぐらいになってしまうの、うん、ちっちゃかったらあれもワンチャン十分になるんじゃん。ね。となんか額これは推しですみたいな。おお。ああ、だからそれこそニットポロが何個かあったっすね。せやな。もうずっと YouTube でニットポロって言ってるからね。ね。てな感じで、まあ今はね、関東の外れた
から豪徳寺に戻っているんですけれども、ガクがちょっと甘いものを飲みたいということで、男気じゃんけんやりたいと思います。ルールは簡単でございます。じゃんけんに勝った方が甘い飲み物をおごるということ。はい、それだけです。あいにくの雨ですね。雨でございます。今すごい雨のとこで、なんか大事な日とか、そもそも俺が家出た瞬間に雨とかなんですよ。マジでマジでリアルにやばいやん。オープン日もガクのせいで雨か。そうなんですよね。今予報では29日が曇りのうち雨。うん、まあ分からんな。もしかすると晴れるかも。いやでも皆さん、彼がね、私が晴れ男ということで、うん、でも俺大事な日大体晴れてんねん。バップンとか ね。はい、ということで、それでは皆さん来ましょう。こちらがスターバックスでございます。何も決めてんやな。これ決まってるよ。ホワイトモカのベンティ。なんかベンティってどんぐらいかわかる？わかんないです。ベンティはこれより余裕ででかいよ。飲めるかな俺。じゃあそうしよう。それ2つ。オッケー。はい。ホワイトモカのベンティを2つ。ガクさん、じゃんけんしやすか。1100円ですよね。セッシュグッジャケッパイ。じゃあ次俺パー出しますね。オッケー。うん。じゃあ俺グー出すわ。あ負けんの？男気。サクサク。死んでるか死んでるか隠して。うん。グッジャケッポイッ。なんでやねん。ごちそうさまでーす。正直金買ったらよかった。やめよう人生。また来ます。はい、それではマシー君になんかでっこいサイズのなんかもらったんで飲んでみたいなと思います。マジで初めて飲むっすもん。マジでホワイトモカ、いやーうまいぞ。あ、うまい。いや、普通やった、反応が。よかったわ。ちょっと甘いコーヒーやん。おー、の。いや、甘いが欲しいっていう時にちょうどやろう。うん。けど、でかいな。まあ、死ぬ気で飲みます。おー、死ぬ気で頑張るな、そんな。ごちそうさまでーす。マーシーチャンネル。はい。ということで、ちょっと一日経っちゃったんですけれども、買い付け昨日行ってきて、無事、豪徳寺のお店の方に戻ってきたんですけど、その言ってた買い付けた商品を僕とガクでね、おすすめのコーディネート参戦、うん、参戦を今からコーディネート取ったんでね、流していきたいと思います。それではどうぞ。もういいかなお前の。チャンネル登録よろしくお願いします。
ということで、コーディネート紹介終了しました。どうでしたか、自分で選んでみて。いやー、まあね、いい商品がいっぱいあるんで、うん、すごい僕的にもいい、欲しいやつがいっぱいあるし、自分でやっぱり着てみてね、よりいいなと思いました。間違いない、うん、スタプレを結構入れたとは言ってたんですけど、うん、スタプレ私物で実は1着も持ってなくて、リューもね私物を売っちゃったりしてて、まあ今ゼロ本ということで、もう今日履いたこのスタプレが毎歳すぎて、これは売りたくないですね。というぐらい、まあガクが言う通り、物自体はもちろんいいのは分かってるんですけど、自分によりハマったらね、もっと欲しく、うん、なると思うので、まあ古着は結構オンラインというよりかは直接ね店頭で実際に手に触れて着てみるというより好きになると思うので、まあこの動画は多分オープン日以降になるとは思うんですけれども、ぜひ豪徳寺に皆さん足を運んでください。ぜひ、うん、毎週は言い過ぎかな、買い付け行くんで、まあ買い付け動画需要が高ければこういうのを入れてますとか、まあ買い付け先はお伝えできないんですけれども、うん、まあ、いろんな古着にまつわった動画をどんどん投稿していくので、うん、とてもええなと思って、はい、いただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。年内僕とガクはインスタグラムのフォロワーを僕が3500僕が3500人、でガクが2000人で、互いに行かなければ私物おすすめ参戦を視聴者様プレゼント、だから年末年末にあげる動画になると思います。まあできたら叶えたいね。ですね、できたらというか、というか、かなせなね、おすすめ参戦やけどもう結構きついよな。そうですよ、そんなしょうもないやつ参戦は視聴者様にプレゼントできないということでね、欲しいとは思うんですけど応援してくださいぜひ、はい、って感じでゆるくこれからも動画投稿してまいりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた See you! See you! ちょっとご視聴ありがとうございました。インスタグラム、YouTube 登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンも忘れずに。See you!